こんにちは、ラクジュブ運営事務局の松村です。今回ですね、ゲームのデバッカーから、プランナーへということでですね、求人の情報をお伝えしております。でやはりですね、そのデバッカーであっても、ゲームに対してしっかりですね、ゲームがどういうふうにできているのか、どういうことがですね、その仕事として開発として、あるのかっていうのを知っているか知らないかというだけでも随分違います。なのでこれに関して言うと、正直ですね、デバッカーでなくっても、例えば、プログラマーさんだったりデザイナーさん、シナリオを作ってたりだとか、音を作ってたりっていう方でもですね、構わないんですけれども、とにかく何かしらのゲーム開発のですね、実製作の実開発の経験がある方っていうのがですね、プランナーという仕事をやる上でもですね、非常に大切になります。やはりですね、そこの全体のフローっていうのが分かった上で、そのプランナーがどういうことをする必要があるのかっていうのはですね、どんどん見えていきます。結構ですね、そのプログラマーだったりデザイナーっていうのが専門職の、強い職種に比べてですね、プランナーはある程度そのゲームの開発全体の中で必要なことをですね、やっていく、特にですね、そのプログラマーやプランナーの手が届かない部分をですね、やっていくっていうのが大切な仕事になりますので、そういう意味でもですね、他の職種の人が、ゲームの開発の中で、どういうことをやっているのかっていうことに対する理解がですね、プランナーには大切になります。ぜひともですね、求人の情報に関しましては実際にですね、こちらの方情報を、掲載しておりますので、ラクジョブご覧になってみてください。よろしくお願いします。それでは。